河津助国河津助国明治6年は江戸幕府の旗本。幕末に環状奉行、関東軍大、長崎奉行、外国事務総裁などの住職を歴任した。家禄は百票高。官職名は伊豆守。墓は東京谷中御臨時にある。遠祖は伊豆国河津僧の自童で、蘇我兄弟のあだちで有名な工藤助常の子孫。 大津事件の際に刑事局長を務めた官僚を抜かわず、広行は、助国の女性、孫の明は、経済学者である。嘉永3年9月家督を継いで、小不審入りし、同年12月に表尾の番に就任。翌4年8月に、留め付けに就任。安政元年7月28日、函館奉行支配長役となって、江戸地の開拓や五稜郭の築造に携わり、 同年12月27日に、函館奉行支配組頭となり、同時に、おまみの身分となる。安政五年2月27日に不意を許され、火力は百票高となる。文久3年4月11日に新朝組支配、同年9月28日には、外国奉行に就任。同年、幕府は8月18日の政変の後、上位の対面を保つ必要から横浜を鎖行しようと、 図った。その交渉のため、河津は池田地区を守る挑発とともに、フランス公使と接衝同年11月に欧米への左遣を命ぜられ、池田挑発を聖止とする、憲王施設団の副使として12月に出国。上海、末津丸聖衣を経て、パリに入り、交渉に当たったが、開国の必要性を感じて、横浜の砂行を断念。パリ役場を調印して帰国。 池田長発と共に幕府に剣議したが、逆にとがめられ、現時元年7月23日に免職、筆則を命ぜられる。同年12月に筆則を解かれ、慶応2年3月16日に、不評頭並みとなり、関東軍大を同年8月26日から同3年1月26日まで5ヶ月間、務める。26日からは、関東の取締り強化のために設置された、 関東在方係に同じく前、関東軍隊の木村飛騨守勝則と共に任命される。同年8月15日に第124代目の長崎武行に就任、同年10月11日に長崎に着任する。慶応4年正月、蕎麦、伏見の戦いで幕府軍が新政府軍に敗れたという法を聞いた後、同月15日早朝にイギリス船に乗って長崎を脱出し、 江戸に戻る。同月23日、奉行職を罷免。同日、外国事務副総裁に就任し、同年2月6日に、外国事務総裁となった。同月29日に若年寄りに転任し、そのまま、江戸幕府終焉の時を迎える。河津が奉行として着任した、慶応3年当時、長崎の地には、海援隊や全国各地からやってきた諸藩の、 浪人たちが横行し、幕府の権威は失墜していた。同年11月6日に、大政奉還の方が、同12月26日には、王政復古の大号令が出されたことが、長崎の地にも伝わってきた。そして翌慶応4年1月10日には、蕎不伏見の戦いでの幕府軍の敗戦の方が届いた。この方に接した河津は、正月13日、 当時の長崎公守備当番の福岡藩聞き役の淡田光を奉行所に呼び、長崎からの退去の意思を告げ、平穏理にことを運びたい旨を伝えた。これを聞いた淡田は、薩摩藩の聞き役、松方助左衛門や土佐藩士、佐々木三四郎を招き、事後について河津と共に打ち合わせをした。この際、河津は、長崎奉行所西役所にあった金子も運び出そうとしたが、 断搬の上、残していくこととなった。翌14日、河津は、西役所は海岸に、近く不要人であるから、立山役所に、これをまとめるために移転するという名目で、大掛かりな荷物の移動を行った。引っ越し作業は、早朝から夜まで続き、夜には、引っ越しの祝いとして、立山役所から260人分の料理の注文が、出された。しかし、 この注文が突然取り消されたため、立山役所の近所では大騒ぎとなった。同時に、西役所近くの薩摩屋敷でも人の出入りが頻繁に行われていたため、町民の間で様々な憶測が飛び交った。翌15日朝、奉行所から長崎の地域人の主だった者たちに布告が伝えられた。それは、蕎麦、伏見の地で容易ならぬ事態が生じたので、奉行は、 長崎在勤の支配向きを、メッシズレ、江戸表へ戻ることとする。その方が、当地の者の,のためにも良いと判断する。留守中のことは、筑前福岡藩主と肥前島原藩主に依頼しているので、この両人が取り計らうことになっているというものであった。そして、地元の町駅に五千石の米と六千両の金を託して、これを地域人来への当面の手当てとし、町方がかりに、 米五千国を渡し、これを市中一同への当座の配当とする処置が取られていた。河津は、武行所引っ越しの騒ぎに、町民の目を向けさせ、その間に密かに支度をし、新編の品を校内に停泊中のイギリス船に運び、ついで主営の村をし疑ぎという者一人を伴って、西役所から出て、イギリス船に乗り込んだ。その時彼は、洋服に靴を履き、 ピストルをズボンに隠し持っていたという、慶応4年に1月14日夜11時頃のことであった。そして、翌15日早朝、その船で長崎を脱出した。河津が長崎を去った後、当時長崎にいた各藩藩士や長崎の地域人たちが協議し、政府から責任者が派遣されるまで処置を行うための協議体を作り、長崎会議所と称して、 長崎奉行所西役所をその役所とした。また、長崎奉行支配組頭の中台慎太郎が、長崎奉行並みに承認し、奉行所の残務整理をした。同年2月23日に、中隊はその役を免税られ、長崎奉行所はその役目を終えた。後日、長崎で自己処理に当たった、各藩士たちは、河津の長崎脱出を脱去の挙動。を 脱走同様の筋であると告評した。その一方、彼の行動は、長崎の地での幕府軍と新政府軍との武力衝突を回避するためのものだったとの評価もある。慶応3年、長崎の浦上村の隠れ切り師団が、自らのキリスト教信仰を表明し、捕獲されるという事件が発生し、河津は、前任の長崎奉行である、野瀬頼文や徳永正信からこの問題を引き継いだ。 河津は、信徒たちの中で、ただ一人天衆を拒んだ、高木千恵門を密かに、立山の奉行所に呼び出し、二人だけで対話した。河津は千恵門に天衆を穏やかに悟したが、彼はそれには従おうとはしなかった。河津は、自分は千恵門を殺すために呼んだのではないと言い,い、キリスト教は、良い教えであるが、今は信仰の許しがない、お許しが出るまで心の中でのみ信仰するに止め、 表だった信仰はしないように、と伝えた。しかし千衛門は、心の内でだけ信じることは叶いませぬと返答した。河津はさらに、キリストの教えの良いことは、フランスに行った自分は、よく知っている。しかし、今の情勢下では、信仰を許すわけにはいかないので、今日は家に帰りよくよく考えて、返事をするようにと述べ、千衛門に、金3分を紙に包んで与えたという。 しかし、この問題を解決する前に、河津は、長崎を脱出したため、浦上の信徒たちの処遇は、維新政府が決めることになった。ABCD、河津伊豆守助区に、長崎県大百科辞典長崎新聞社、178ページ。ABC、長崎を脱出した、河津伊豆守と山美木を、長崎奉行江戸幕府の耳と、目中向新書。 178から180ページ。河津博之、国史大辞典3巻、吉川博文館、734ページ。関東在方係は、役高2000国で、河津は、安防国、和佐国、下佐国、日立国を支配し、下佐国相馬軍ふ村を陣屋とした。なお、関東軍大の廃止は、同年2月5日であるが、河津の公認はなかった模様である。 A.B. 五の板市、日本キリスト教師、吉川博文館、253から255ページ。前任者である、小笠原おさが、明治元年正月に、外国事務総裁を免税られ、山口直樹が、同月23日に同職に就任。その際に、外国事務副総裁が置かれ、河津がこれに任命される。後に、河津が、若年寄りに転任して、 外国事務総裁は廃止となった。ABCDEFG、長崎奉行所の崩壊、富山美木を、長崎奉行江戸幕府の耳と、目中更新書、180から183ページ。長崎奉行所の役所は、立山役所と出島に面した西役所の2つがあった。富山美木を、長崎歴史の旅19から20ページ、同、 長崎奉行江戸幕府の耳と目中更新書180ページありがとうございます。